はい、こんにちは。今回は、えー、数学2の図形と方程式第12回目ということで、えー、不等式の表す領域の解説をしていきます。えーまあ、よくわかる数学、マイベストから、えー、151から156の問題から何問かピックアップして解説していきます。ということで、まずはじめは、えー、3x-y-1 小なり0です。 でこれはあの不等号になってますけども基本的にはイコールの場合のグラフをまず意識します。なのでこれだと分かりづらければ、えっと、y' 大なり 3x-1 というふうにしとこう。これをグラフにするとですね、まあ、もしイコールならばこれは y 切片が -1 で傾きが3の直線を表しているので、まあ、1カンマ20カンママイナス1あたりを通る直線になっているよね。 ただ、これはイコールではないんですけども、まあ、これがあの答えを表す範囲の境界線になるので、まあ、こんな感じでですね、点線で書きます。点線、破、まあ、線でこういうふうに書きます。このラインの式は y イコール 3x-1 です。じゃあ、この不等式の答えの範囲は何なのかっていうと、うん、例えば x がね1のとき、y が2だとしたらちょうどイコールになるから不等式の解にはなってないですけど、 x が1のときっていうところに注目するとね、えー、x が1のときって y は3-1よりでかければこの不等式の解になります。つまり、この1カンマ2がボーダーになっていて、それよりもでかければ全部答えになるわけですね。条件を満たしてるわけですよ。だから 1,、1カンマ何々の何々部分が2よりでかければ良いということになります。 同じようにですね、例えば x が0のとき、x が0のときは,は、y はマイナス1よりもでかければいいになるので、このラインよりも上になります。という感じでですね、一般的に、あのそれぞれの x の点において、y はこのラインが表す、ね、点よりも上の座標になっていれば良いので、要するに、この境界線よりも上はすべて答えになります。境界線よりも上はすべて答えになります。 まあ、ちなみに、もしこれが 3x-1 が y よりもちてかいとかだったら逆側が答えになります。はい。まあ、アメリカだとですね、あのこの境界線を含む場合と含まない場合はですね、点線、実線使って使あの区別するんですが、まあ、日本だとどうもこれ実線でこれ全部書いてしまって、まあ、ただし境界線含まずみたいな言い方をあの加えるようです。境界線含まず。 はい、では続いて2番。2x 4、えー、大なりイコール0これは y が入ってない式ですけども、とりあえず x について解くと、x がマイナス2以上と。今回はこれ、1次元の話だったらね、1次元の話だったら x はマイナス2以上ということになるんですけども、これは一応平面の問題として捉えますと、 えー、x はマイナス2以上じゃなければいけないのだが、y に関しては何の条件もついてないので、まあ、要するに、ここの、ね、ラインよりも右側なら、y は何でもいいからということで、こちら全部になります。こちら全部になります。はい、境界線含むですね含む、はい。では続いて3番いきます。 3番は x の2乗足す y の2乗が4より小さいですけどもこれはボーダーとなるものは原点を中心とした半径が2の円ということになります。ま,あ、まずはねイコールの場合を考えるんですけどもこれって原点からの距離の2乗を表しているので要するに原点からの距離の2乗は4未満つまり原点に近いことを表しているんだよね。 だから、この式を満たす xy というのは、原点に近いところ、より正確に言うと、原点からの距離が 2, 2万の点全てということなので、まあ、この内側、半径2の円の内側全部ということになります。これは、イコールが入ってないので、境界線は含まずになる。含まずですね。含まずということになります。はい。それではですね、もうちょっとこれ消しますね。4番に行きます。 4番は連立不等式になっているのですが、えー、これ数式でね答えを書くのは非常に難しい。数式でねこの範囲を表すのは難しいので、図を使って説明していきます。はい、ということで、まずは 2x たす、ね、y-3 小なりイコール0、x の2乗たす y2 乗小なりイコール9なので、まずこちら側の式をグラフにしてみよう。 これは書き直すと y 小なりイコールマイナス 2X3 だから0カンマ3を通り傾きがマイナス2の直線をがボーダーラインとなりますイコールが入っているのでこれは実線となりで y 座標はこのライン上の点よりの y 座標よりも下になっていればいいのでえまあこのラインの下全部になります 一方、x の2乗たす y の2乗が9以下っていうのは先ほどのグルね、問題と同じふうに考えると、まあ、原点を中心とした半径3の円周上の点、あるいはそれの内側にある点全てになります。だから、この円の内側全部になるんだね。これは連立条件式なので、その2つを同時に満たしている点の集まりを考える必要があります。 同時に満たすってことはですね、要するに2つの集合がの重なったところ、共通範囲を見るわけなので、えー、このラインの下で、なおかつ円の内側、そこが答えになるから、ここになります。ここになります。で、今回は境界線はどちらも入っているので、まマ、あ、含むということになります。続いて、えー、5番いきます。5番はですね、まあ、あの、 掛け算の形になっていて、まあこれ展開なんかしたくないんですね。せっかく右側が0なんで。5番の問題は x、三 3x たす2 y 6る x y たす2が0より大きいと。だから2つかけて 2つかけてイコール0だったらどっちかが0っていうあの方程式解くときのね、あのアイディアがありますけど、じゃあ2つかけて0より大きいといったら、まあ、どんなケースが考えられるかと。2つかけて0より大きいということは2つのパターンが考えられて、まあ両方ともプラスである場合と両方ともマイナスである場合の2パターンが考えられます。だからこれはですね、こう言い換えると 3x たす 2y 引く6がプラスであり、 かつ、x 引く y 足す2がプラスである。または x、3x 足す 2y 引く6がマイナスで、x 引く y 足す2もマイナスという2パターンが考えられます。あとはですね、あの、これはですね、さっきの4番と同じように、重なったところを見まして、こちらも連立なので、重なったところを見て、で、ここがまたはなので、 この左側の範囲と右側の範囲の和集合を取れば最終的な答えにたどり着けます。グラフ書いてみましょう。3x2y-6 が0よりでかいっていうのはまずボーダーラインを書くと、x が2の y が3が切片になっているので、まあ、こういうラインですね。もう一つの方は、y 切片が2ですけど、x 切片がマイナス2なので、 でまあ、こういうラインになります。はい。第一の範囲はですね、えー、っと、こちらのね、まあ、この、こちらのラインはよりも上ですね。y は何々より大きいになるので、このラインよりも上になります。上になります。上全部ですね。まあ、だから、ここです。ここですね。こちら側になります。 一方、こちらはですね、y について解き直してみると、y たすには、えー、じゃあ、x たすには y よりでかいだから、y は、この右上がりのラインよりも下ということになります。だから、えー、っと、こう右下がりのラインよりも上で、この右上がりのラインよりも下という範囲なので、ここだけになるんですね。ここだけになります。ここだけになります。 こちら側はほぼ同じふうに考えて、ただ両方とも不等号の向きは逆になっているから、こちらのラインよりも下、こっちのラインよりも上となるので、ここになります。その和集合を取るので、この赤い部分と、まあ、こちらの部分、合わせたところがこの不等式の解になります。はい。いい まあ、ちなみに確認としてね、この点が、例えばこの点が答えに入ってる、入ってないみたいなのは、あの代入することで確認できます。例えば原点は0カンマ0代入すると成り立たん。ね、0カンマ0入れると成り立つけど、こっちに入れると成り立たんだから、まあ、0カンマ0は条件満たしてないなってことが分かります。まあ、そうやってね、あのいくつかの点、境界線をこう書いたら、その境界線内にある1個の点で調べて、あ、ここ入ってないからダメじゃんみたいな。 そういう点検ができます。例えばね、x に10、y に0、10かま0とか入れてみると、あ成り立つ、あ成り立つ、だから答えの範囲に入ってるぞってことが分かります。で最後に6番。6番も、まあ、連立不等式ですけども、問題文がちょっと違って、まあ、このね、条件を満たす整数の組、公、ま、式、あ、あ点、ラテスポイントの個数を調べようという問題です。 まず下の方はね、えー、原点を中心とした半径5の円なので、まあ、こうで、こ,れのこの円の内側の点全部になります。この,点、ね、この円,周上円,円周上の点、またはその内側の点になります。円周上はですね、三平方で原点からの距離が5になるところだから、4カンマ3とか通うんですよね。4カンマ3とか、3カンマ4とか通ります。はい。で 2x-y が2以上というのは、x 切片が1の y 切片が -2 の直線なので、こういう直線だよね。で、この直線よりも下,下になります。この直線よりも下になります。つまり、こっちの下半分、こちら側が、ね、問題の答えを表す範囲となってきますね。さて、この まず交わるところもちょっと見てみると、うんと、3カンマ4ですね。ここちょうど3カンマ4になります。ここちょうど3カンマ4になってます。で、こちら側もですね、多分整数で答えが出るんですけど、うん、多分マイナス3カンマ、マイナス3カンマんマイナス3カンマ、うん、違うな。ダメか。綺麗にならないかな。 これは0カンママイナスだからマイナス1カンママイナス3違うマイナス1カンママイナス4うーんちょっと残念ながら交わるところは整数にならないね整数にならないね、うん、残念はいとりあえずこの中にある、ね、整数点を見つけていきますがはいえっ、ー、と まずね、x が5のときって見てみると、x が5のときは1箇所、5カンマ0だけになります。ね、x が5のときは、y が0の点だけです。x が4のときはですね、えー、バッチこのね、一番上の点がですね、4カンマ3なので、4カンマ3が入り、対称性からこちら4カンママイナス3だから、3、2、1、0、1、2、3と7個の点が入ってます。 3の時も3カンマ4がギリギリ入ってるので、4、3、2、1、0、1、2、3、4とね、こういうふうになりますので、9個の点が入ってます。はい。2の時なんですけども、2はですね、このライン上の点がマックスになるので、2カンマ2だな。2カンマ2がマックスになります。2カンマ2から、下、2、1、0、 1,2,3,4と全部入ります。4までは入ります。どうしてかっていうと、3の時にもマイナス4の高さに来てるんで、2の時はもうちょっとね、マイナス4点いくつまでいくので、マイナス4まで入るから、7個ですね。で、1の時は今度1カンマ、1カンマ0だから、0からスタートして、マイナス4まで。だから5個の点になります。 0の時は、ここマイナス2から今度マイナス5まで行けるので、マイナス2からマイナス5までで4つの点になります。はい。ここからちょっとね、気をつけなきゃいけないね。マイナス1の時見てみましょう。はい。えー、まあ x がマイナス1の時なんですが、上の式にね、えっと、マイナス1、x にマイナス1を入れると、y は、 マイナス4以下ということになります。で、もう一つの式に x に1入れると y はルート24からマイナスルート24の間になります。だから、マイナス4は入るけど、それだけですね。マイナス4だけ入ります。だ1個です。で、 x がマイナス2のときは、もうこのラインの下って円の下になっちゃうので、円とか交わるところはないということになります。はい。ということで、ここにある個数を全部足せばいいから、7、7、15、25、32個ですかね。ということで、32個というふうになります。 はいまあ、ちょっとこれは面倒ですけども、x が1の時で不等式立てて、2の時で不等式立てて、3の時で不等式立ててっていうふうにまあ分けて考えていきます、はい。今回の解説はここまでです。